グーリンズブックのコーナーです。今日はですね、私が最近読んで、こう、胸をぐっとこう、掴まれたね、本を紹介したいと思います。小国史郎さんが書かれた、注文を間違える料理店、朝出版から出ています。この、注文を間違える料理店は、期間限定のお店なんです。ここで注文を取り、料理を運ぶホールスタッフは、認知症がある方たちです。なので、注文を間違えたり、忘れたり、お水を2つ持ってきたりします。でも、お客さんは誰一人怒りません。それどころか、間違えずに持ってくると残念があったりするのです。そんなお店ができるまで、そしてそこであった一人一人の物語が語られている一冊です。著者の小国さんはテレビ局のディレクター。2012年、ある認知症グループホームを取材していました。ここに入居している認知症の方々は、買い物から料理、掃除、洗濯も自分でできることはできる範囲でやっています。ある日の午後、お昼ご飯の献立はハンバーグ。でも、食卓に並んでいるのはなんと餃子。小国さんは思います。合ってるのひき肉だけやん。でも、小国氏は、あれ？今日はハンバーグでしたよね？という言葉を飲み込みました。食べた餃子は本当に美味しかった。その時に、注文を間違える料理店というワードが浮かんだのです。注文を間違える料理店のプロジェクトを進めるにあたって、この小国さんは仲間を集めます。認知症の方が働くレストラン。ともすれば、認知症の人を見せ物にする。そんな意見だって出てきます。今回、小国さんは仕事ではなく、プライベートのプロジェクトとして進めていくことにしました。そして仲間を集めるにあたっては3つの条件をまとめました。1、100% 面白がってくれる人。不謹慎だけど面白そうとにやりと笑ってくれる人。2、僕にできないことができる人。ミッションを一人で背負わない。自分が不得意なことをまず書き出してそれは人に委ねる。3、自分の利益を捨てられる人。最後は目的のためにその利益を捨てられるよ、こんちきしょうという粋な人とあります。そしてメンバーが集まり、実行委員会形式で中身を具体的に考えていくことになり、ルールを決めました。そのルールとは2つあります。1つ目は、料理店としてクオリティにこだわる。外見も含め内装もおしゃれであること。そしてもちろんですが、料理が美味しいこと。どうやったらみんなが行ってみたいと思うお店になるのか。どうやったらお客様が心からワクワクできる空間を作れるのか。そして料理の料金は均一にする。そしてお客様の期待を超える料理を提供する。二つ目のルールは、間違えることが目的ではない。だからわざと間違えるような仕掛けはやらない。お客様の中には間違えることを期待する人もいるだろう。エンターテインメントしての料理店。けんけんがくがくの議論を交わし、やっぱり認知症の方が間違えるような設計をするのは本末転倒と意見が一致。認知症の家族の方にも意見を聞きます。間違えちゃうかもしれないけど、許してねっていうコンセプトはとてもいいと思います。でも、妻にとって間違えるということはとても辛いことなんですよね。このご主人の話を聞いて、間違えないように最善の対応を取りながら、それでも間違っちゃったら許してねという設計にしようとメンバーで一致しました。実際にこの本の中にはですね、注文を間違える料理店で働いた認知症の当事者の様子がいくつも載っているんですね。まあ、それはまあご本人は数日もすれば自分がこの料理店で働いていたことも忘れてしまうので、周りのスタッフの方が、まあ、手記のようにして書かれています。元美容師のよしこさん。接客業の経験があるので言葉遣いも丁寧でとても慣れた様子。料理を持っていくテーブルを間違えることもありました。でも、よしこさんにとって重要なのは仕事ができるという事実。後日、よしこさんはいつもは行かない近所のコンビニエンスストアに行き、働いた
働いてもらった謝礼金の封筒からお金を出してお買い物をしました。自分で稼いだお金で何でも好きに買える。それができることがよしこさんにとって大事なことだったのではないでしょうか。と、このスタッフの方は書いています。飲食店で働いていた哲さん。オーダーを間違えないか心配している仲間に、これを渡してお客様に書いてもらおうとオーダー表を渡すことを提案。素晴らしい解決策を出しました。飲み物を出すタイミングをお客様の食事の様子を見ながら測っている哲さん。初日の帰りには、私一人だったら何にも役に立てなかったね。仲間がいっぱいいてくれたからできたのよ。みんながいたから頑張れた。仲間って本当に大切よね、と繰り返してスタッフに話す哲さん。いつも明るくて冗談もよく言う哲さんですが、深い話を聞かせてくれたのも、教え諭すように話す様子を見たのも初めてでした、と記されています。そして、開店の前の朝、みんなで確認し合ったことがあるそうです。働く人もお客様も僕たち裏方もやってよかったねと笑って帰れるようなレストランにしよう。この注文を間違える料理店は公式ホームページがあって、中にはね、動画とか当日の写真なんかもあるので、ぜひ、気になった方は、見ていただきたいなと思います。この本読んでの感想なんですけども、読んでいて、こんなレストランいいなから、こんな地域がいいな、そして、こんな日本がいいなって思うようになりました。間違えることがペケの風潮が強い日本です。レストランで注文と違うものが出てきたら、普通はクレームものですよね。でも、ここは違います。間違っても大丈夫な空気がありました。当日のアンケートの言葉です。誰だって間違えたくて間違うわけじゃない。心のゆとりが必要なんだなっていうのを教えられます。これまで認知症というと、ご飯を食べたことを忘れるとか、散歩に出て家に帰れなくなるなど、大変だなっていうイメージしかありませんでした。この本を読んで、周りの支えがあったら認知症でも普通の暮らしができるってこと。そして、人の役に立っている。仕事があるっていうことが生きていく上でどれだけ重要なことなんかなっていうのを改めて感じました。それはね、認知症の方だけじゃなくって、すべての人にとって、やっぱり人の役に立っていることがあるっていうのがね、生きていく支えになるんじゃないかなっていうふうに思います。で、この、注文を間違える料理店で若年性のね、認知症になられた奥様がピアノ演奏をする場面があるんですね。で、ご主人がチェロを弾くんです。で、その動画もね、入ってるんですよ、公式ホームページに。それを見たときに、本で読んだそのご夫妻が実際に、その演奏している姿を見て、ね、突然ね、やっぱりこう、ピアノの手が止まったりとかするんですよ。で、そこでこう、ご主人がこう、ちょっとこう、語られるところとかもあって、私ね、これを見てね、ほんまにね、号泣してしまいました。いい本に巡り合えたと思っています。で、著者の小国史郎さんですが、2003年にテレビ局に入局。実は NHK です。情報系のドキュメンタリー番組を中心に制作。2013年に9ヶ月間、社外研究制度を利用して大手広告代理店で勤務されます。スマホアプリや SNS 向けのサービスの企画開発のほか、個人的プロジェクトとして認知症の人がホールスタッフを務める注文を間違える料理店などを手掛けます。このね、注文を間違える料理店は2日間とかね、いろんなところで、だんだんね、これ1箇所でやっていたのが広がっていて、関西でも、行われたりとかしてるので、ぜひこのホームページでね、どんなところでやってるのかっていうのも見ていただけたらなと思います。今日のグーリンズブックは注文を間違える料理店を紹介しました。